タウン情報局。今回は美郷町の空き家バンクの取り組みについてご紹介します。紹介していただくのは美郷町役場政策推進室の菊池さんと川西さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。川西さん、早速ですが、この空き家バンクの取り組みというのはどんなものなんでしょうか？はい、空き家バンクは町内にある管理に困っている空き家の情報を町が集約し、空き家を利用されたい方に情報提供してマッチングする取り組みです。どうして町がこういった取り組みを進めているんですか？はい、過疎化により美郷町も空き家の増加が問題となっています。このような空き家が移住につながったり、町民の住居や職場の拠点になるのではないかと考えました。おかげさまで今まで68件の空き家が、制約済みで住居や店舗、宿泊施設に生まれ変わりました。それに比例するように令和3年度では新規移住相談件数が172件、移住された方が22世帯39人まで伸びるなど、さらに美郷町の空き家の需要が高まっています。その反面、需要が多く空き家バンクの物件が不足している状況です。なるほど、空き家の需要というのはそんなに多いんですね。はい、菊池さん、空き家の所有者の方はどのように登録すればいいんでしょうか？はい、まずは美郷町役場政策推進室までご連絡ください。登録の際に建物の築年数や間取りなどを確認します。合わせて建物の写真を撮影してインターネットを通し利用希望者に紹介しています。美郷町内の空き家の情報をインターネットで確認できるというのはすごく便利ですね。はい、空き家の登録をする際の注意する点というのは何かありますか？はい、空き家バンクに登録する物件は賃貸、売買、どちらでも掲載可能です。ただし物件交渉は当事者同士で進めてもらいます。美郷町役場はあくまでも物件の紹介までしかできませんので、あらかじめご了承ください。また不動産会社も紹介できますので、お気軽にお問い合わせください。空き家の利用を希望する人はどのようにすればいいでしょうか？はい、利用を希望する方はまず美郷町のホームページから空き家バンクの情報をご確認ください。ホームページでは登録されている物件の情報や建物、室内の写真なども公開しています。気に入った物件が見つかりましたら利用登録の申し込みが必要となります。空き家バンクを通して美郷町の活性化につながるといいですね。それでは最後に一言お願いします。はい、今年の移住相談件数も90件を超えるなど、まだまだ空き家が不足しています。ぜひ、美郷町空き家バンクの物件登録をよろしくお願いします。今回は美郷町の空き家バンクについて美郷町役場政策推進室の菊池さんと川西さんにお話を伺いました。今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。